はい、どうも、ひきゅうかでございます。はい、ということで、何の動画撮ろうかなと。もういっぱい情報が多すぎて今週。まあ、獲得した選手ももちろん多いですし、ガチャが2つあって6人獲得からのレジェンドが6人。で、計12人来ましたけども。まあ今日はまあ一番動画撮りやすいし、いや、強いって今すごい話題になってる、やっぱりルンメニゲを、撮っていこうかなと思います。はい。まあ、これが前来たルンメニゲと今回のルンメニゲ比較ですね。まあ、今一応バイエルンにチームをして、バイエルンのユニフォームを着ていると、バイエルンをベースチームにしておくと、能力が上がるという、この謎のシステムによって、めちゃめちゃ強くなってしまっております。はい。見てください。これ、えぐいよな。もう普通のルンメニゲ使えなくなっちゃいます、これ。もう。だってスタミナ6上がりとかでしょ。オフェンス6、ボールコントロール6上がりとか。もう異次元です。はい。しかも、こっから2位上がるみたいなイメージでしょ。もう異次元。はい。で、しかもスキルも追加されてると。キャプテンシーと、何が追加された？コントロールカーブか。キャプテンシーとコントロールカーブが追加されました。ということで、鬼強い。鬼強いです。はい。オリバー・カーンに関しては俺多分ね、元々のカーンもね、レベル8ぐらいだった気するんだよな。あ、さすがにそれはないわ。レベル18のオリバー・カーンに対して、今回のカーンはまだレベル8ですけど、もうね、余裕で能力勝っちゃってると。余裕のよっちゃんですね。なんで同じ34歳で？で、しかもスキル。見てください。元々のカーンにもね、低弾道パントキックスキットレでつけたんですけど、今回のカーンに関しては、元々スキットレで低弾道パントキックついてきます。はい。強いですね。しかもここからまだレベル上がるし、全部の能力が2上がりになるって考えると、まあ普通にね、フィジカルとか、瞬発とかもね、上がってくるっていうイメージになるので、カーン。今週は、まあクルトワも A ですけど、ちょっとこのオリバーカーンを使ってみようかなと思ってます。それでは試合の方に行きましょう。はい、ということでね、ルンメニゲ使う場所なんですけど、まあ、クロップ 3CF の場合、まあ、フェルさんとかね、4312とかでもそうなんですけど、まあ、トップ下か ST が僕的にはやっぱり一番いいかなと思います。で、っていうのも、前のね、普通のルンメニゲっていうのかな、これなんて言ったらいいの？ちょっとまだそこが設定されて、IM っていうの、なんだっけこいつ。アイコニックでしょ？アイコニックムーブメントみたいな。IM？ 略して IM。IM ルンメニゲ。IM ルンメニゲは、やっぱ馬力がね、かなりついたので、スタミナも増えましたし、ここはね、やっぱ馬力があってラインブレーカーの選手だと、すごい活躍してくれる。オバメだったり、あとレバンドウスキだったり、すごい僕の場合活躍してくれるイメージがあるので、もうここが最適かなと思います。あとは CF の右側。まあ、ここでもね、全然活躍すると思います。かなり能力的にね、もうフィジカルもボディコンもありますし、結構もう何でもできちゃう選手にはなってます。しかも逆足精度が4です。なので左足で、新しくついたコントロールカーブで、コンカをバンバン決めるっていうのも全然可能になってくるので、まあ、もうほんとどこでもいいですけど、まあ、僕のおすすめは右 CF と ST、うん、どっちかかなっていうところが一番のおすすめになります。で、まあ今日のスタメンはこんな感じでやっていきます。はい。プジョル絶好調来たね。プジョルがね、結構うざいよ。うん。使って思ってるけど、結構プジョルが強いです。はい。コメントの方行きましょう。世界の終わりさん。あと、4000人で、1万人まで約、あと4000人ということで、ごめん。登録者1万人まで、あと約4000人。ありがとうございます。昨日のね、ライブ配信中に6000人突破させていただきました。皆さん、配信中にね、登録、6000人ヒューガさん行くっつっていっぱいしてくれた方多かったのでありがとうございます。ただね、目標は1万人。当初の目標は2021になるまでに1万人だったんですけど、ありがたいことにね、ガチキングと、でっかい企画、よろしくお願いします。でっかい企画にね、参加させてもらってるので、かなりね、登録増える人数は、なんていうの？率が。登録者がかなり増えやすくはなっております。はい。ですので、まあ、当初の予定よりもね、早く1万人行きたいという目標。まあ、できれば3月中、遅くても4月中にはっていう目標を立てて、やっていければなと思います。はい。皆さん、ぜひとも応援よろしくお願いします。今後とも。はい、まあね、もうちょいガチキングの話すると、マヤギカさんがもうすぐ1万人いくんで、マヤギカさんがね、俺よりね、5、600人ぐらいしか多くなかった。当初、始めた時は。まあ動画とかも出してなかったのがあるんだけど、マヤギカさんは。もうね、最初の名前だけで、もう4000人近く登録者集めてた方なんで、すごい方なんで、比較していいのかはわかんないですけど、まあそんなマヤギカさんがもうすぐもう1万人いくということで、ちょん、いいね。文面に空いてる。あ、惜しい。ちょっとそこにね、しっかり僕もくっついて、ガチキングの成功は、やっぱ僕たちみたいに、登録者少なかった人も1万人いって、YouTube で、人気が出るように、その人気が出るっていう実績が分かれば、また新たなね、参加者を集めるっていうことで、チャマくん、おもちゃさん、ぼっくんさん、言ってくれてますので、ユジさんも、ぜひというかね、ウィール界のためにも、頑張りたいなと思います。はい。さあ、これ、ちょっと怖い。オッケー、ナイスマノラス。ちょっとね、マノラスはやっぱ足元が怖いんで、短いパスでね、フィニッシュさせたい。ボール取った後。あ、なにそれ。なに今。頼むで。オッケー。ナイスプジョル。逆サイ空いてる。オッケー、ゴロビン。このゴロビンは一番新しいやつです。なんか、だいぶ能力がね、アップデートされたみたいで。新しいやつを使ってます。ゴロビンかなり使いやすいですね。OK。まあ、ぶっちゃけね、ゴロビン入れるか、サウール入れるか、ちょっとまだ迷ってます、CMF は。でも。で、ゴンドグビアは僕的にかなり使いやすい CMF になってるので、まあ、ファーストチョイスで、本当は入れてます。この試合はね、ちょっと調子がゴロビン良かったので、ちょっとゴロビンを出してみました。ビエラ、頼む。ナイスルーム逃げ。はい。はい。ここ。いや、ナイパ。パスもできる、ルンメニゲということで。はい。まあね、別にパス能力はすごい高くはないです、正直。はい。まあただ絶好調、バイエルンのユニフォームを着てるルンメニゲは能力上がりますんで、パスとかもね、80、あ、やばい、バッテリーがなくなってきてる。まあこの試合は持つかな。っていう感じなんで、パスも全然できちゃうよっていう、多少能力があります。しかも両足蹴れるっていうのがね、もうどんな、左足で蹴んなきゃいけないっていう場面もパス通してくれるんで、やっぱ逆足精度ってかなり大事だなって思います。はい。頑張れ、マノラス。ナイス。マノラスいいな。今んとこ。OK？ いや、それ取んないか。守備集中。これ折り返すでしょ。うお、そこから蹴ってきた。頼むよ。OK。これ繋ぎたいな、しっかりめに。OK。ナイス、落ち着き。ちょっと運べるか出せるあ、終わった。それは。これ勝てないな。これ横パス。これ取り切りたい。オッケー。縦入るよ。逆サイ。あ、いいね。ワンツー。ルンメニゲ。あ、いいね。ムザデンベレ。ドン。ゴミシュートちょっと溜めすぎたな、ゲージ。ムザデンベレがね、意外といい活躍してます、今。今週ライブアップで A です、今週も。先週も実は A だったのかなで、ちょっと育てました。レベルが今30ぐらいかな。あと4レベでレベマぐらいまで行きました。で今週ね、ロナウドとか C だし、メッシも C だし、オバメも C、レバンドフスキも C ということで、まあ、ぶっちゃけムバッペと、あと誰だろう。ムバッペと、まあ、ルンメニゲとか、レジェンドを除いたらムバッペぐらいしかすごい有名な選手で、フォワードね、体張れるというかね、競り合いもできてみたいな、ちょっとフィジカルも強くてみたいな選手あんまりいなかったんで、まあちょっと今週いいかなと思って使ってます。OK。落ち着いて勝ってるから。あ、いいね。あ、いいよ。ルンメニゲに。あー、くそ。ある。はい。OK。ちょっとこれ、パフォらせて、サムネを。すいません。おじさんすいません。もうここすぐ飛ばしますんで。すいません。サムネ用です。すいません。オッケー。いや、抜け出しもいいですね。やっぱり強いって感じで。でも今後さ、この IM は多分、いろんなチーム、俊介とかも多分セルティックとかで来るんじゃないかな。そうなると。ってなると、個人的にはアーセナルの IM が気になるな。まあ、ただ、まあ今ツイッターやってる方とかはわかると思うんですけど、結構話題になってるのが、いやもう課金税だけのゲームになってないかみたいな。それは確かにちょっと思うね。学生とか、これ、ねあ、これやば、危ね。この、レジェンドを当てるために2万円とかね、僕自身2万2000円、ちょうど2万2000円の課金で6体、レジェンド全員当てたんで、ってなると、結構1人当たり5000円。まあもっと沼る人は沼るだろうし、まあなかなかね、難しい問題ではありますが、まあせめてね、頑張って、ウィーレを頑張って、GP を貯めてる学生たちには引かせてあげたいというか、まあ、大してやってないのにガチャだけ無料で引かせろよっていうのはおかしいな話なんで、ウィーレ好きで、マイクラブ好きで頑張ってる学生たちには引いてほしいという意味で、GP でね、引けるようになったらなっていうのは正直思います。でね、僕たち、大人、お金あって、そんな GP を使うよりも、時間が大切と。いう大人はね、どんどん課金して、多分きっと僕たちは課金します。GP で引けても。はい。GP を貯めてっていう、ね、こそこそはしません。こそこそというかね、もう課金で済む話ならもう、それでいいです。なんか日本語ちょっと下手だな。まあでも言いたいことは、もう学生も引けるように、GP でね、引けるようにしてくれたら嬉しいなと思います。はい。それでまとめます。じゃないとね、ウィーレ離れ若者がしちゃって、今後、ウィーレが、未来がなくなってしまったら悲しいです。はい、ルメニゲ。結局僕たちもちっちゃい頃からやってるからウィーレやってますからね。そうなかったら FIFA やってるかもしれないし、今。ちっちゃい頃からあったウィーレだからこそずっとウィーレをやってるみたいなところあるんで、僕は。はい。さあ、ルメニゲについてもっと語っていきましょうか。まあやっぱ ST なんで、ST のラインブレーカーは先週、クロップとか使ってる時に解説とかした人は、したのを僕のを見た人はわかると思うんですけど、危ね。2CF ね、今日で言ったらムバッペと、ムザデンベレに当てた時に ST の動きを見てあげるとすごいいい。5CF 繋いで、ここ、あ、くそ。され、あ、くそ。オッケー。いや、取れないか。やばい、これ取り切んないと。こんでからタイヤだ。オッケー、ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。あー、それ足元ねえんだ、マノラッチャーはね、足元がないんだ、それ。オッケー、ナイスワンダイク。なんだそのパス。あ、抜けた。オッケー、もうルンメニゲパスもできるやん。これ落ち着け。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。あの1対1はもうマニキーを見る。あーなったらマニキーを見ましょう。ってことで、じゃあちょっとルンメニゲを前線に上げたいと思います。で、ミュラーかドゥバンサバタか。ドゥバンサバタもね、めっちゃ強いんで、使ってみてください。ドゥバンサバタやばい。ポストプレイヤーなんですけど、一回落ちてくるところに当てて、で、横にいる選手とかに、ワンタッチとかではたけるんで、ワンタッチパスあるから。それやって、ワンツーとかさせて、前の抑止援力、ブワーってさせたら、もう、ブワーってなるから。バカみたいな喋り方になったけど。いやでも本当に強い。ムザデンベルもそうだけど、ドゥバンサバタびっくりした。あ、ポストプレイヤーのスパサバありだなって思って。まあ、あとはね、なんか知んないけどね、ミュラーとの相性がすごくよく感じる。デコイランとポストプレイヤーとラインブレーカーのこの3トリオが、いや、強い、ルンメニゲマジで。あー、それ取んないか。惜しい。さあ、ここ1人来てほしい。OK。徐々に行きたい、それ。ナイス。頑張れ。頑張れ、グンドゥージ。応援してる。真ん中空いてる。ゴリゴリ。オッケー。そこは大丈夫だった。ワンツー。いや、それ厳しい。その捉え方良くない。危ね。ダイブ。危ね。おつけ。おつけ、おつけ。ちょっとパスが回んなくなってきてるね。ナイスプジョー。この試合は、ミュラーが一回デコイしてもらって、ルンメニゲ空いてんな。ルンメニゲかなりパサーになってるね。おっとなんだ今の。なんで止まった？なんか俺変な魅力入れたかな今。ムービングするとき。先になんかちょっとフィネス入っちゃったとかかな今。謎の。なんかムザデンベル止まったよね今。ナイスラ。先。ちょっと疲れが出てきたね。試合当初の瞬発力はなくなってる。いいね、ルンメニゲ。あ、惜しい。マノラッちゃん、頑張れ。ホロイ。あー、これまずい。オッケー、プジョルマジ神。なんかいてくれる、全部に。危ね。あ、届かんか。あ、オッケー、ラッキー。逆。ワンツー。外。あ、これ置いてんじゃん、ルンメニゲ。えぐ。飛び出し江口。ラインブレーカー江口。結局フォワードはラインブレーカー。みたいなとこあるな。あ、くそ。あ、ミラー。ナイスミラ。一人来てほしい。いや、なんで止まったマノラス。オッケーオッケー。それ大丈夫。対応できてる。プジョルとグエンドゥージも似とるな、本当に。オッケー。グエンドゥージ頑張れ。ない、すごい、すごいね、それ。まあ今日の試合はちょっとドゥバンサバタお休みします。またちょっとね、後日。はい、来た、ルンメリゲ。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 アウトスピンコンかーいや、相手にマニキーされたから入んなかったら、あれマニキーされてなかったら入るからね。なんか普通のコンカよりも入るときある。いや、ゴロフィン頑張れ。いや、素晴らしいね。ミュラー素晴らしい。ルンメニゲー、オッケー。あ、ちょっと最後はね、ルンメニゲー点取らせたいみたいなとこあったけどね。でも、ルンメニゲー2ゴール2アシストです。皆さん、ルンメニゲー、おにつよでございます。ちょっとね、まあ、今後ね、どんな選手が来るか、僕はちょっとまだわかんないし、使用感の感覚なんですけど、他のレジェンドとかと比べて、今回来てるイニエスタとか、シャビとか、比べて、まあ、今回はもうプジョルとルンメニゲが強すぎなのと、あと今週特に他選手いないじゃん、フォワードあんまり。ムバッペぐらいじゃないですか。マジでルンメニゲはちょっと無理してでも課金できる人は取り行った方がいい。まあ、本当にね、学生さんたちにはちょっと申し訳ないけども、あんまり課金できない。申し訳ないけども、ちょっとこれは、強いぞと。本当に強い。もう異次元ちょっと。普通にムバッペ霞むぐらい強いんじゃない今週本当に。って感じです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、また。